食べ物もなんかアメリカ人とかヨーロッパ人が好きな食べ物で、ね、だからピザとかすごい。だからそうだね、観光地行ったらもう全部なんかもう準備してましたみたいな。そう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 、結構10年前とかだったら、うん、なんかねまだねここまで出来上がってなかった気がする。ネットもなかった、ネットもあったけどちょっと出来始めて、みんな使い始めて、多分なんか言葉が通じなかったよね。言葉通じなかった、通じなくて、まあ、うん、他の人を探せばいい。そう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 。で今もう携帯でさ、みんなタクシーの人も携帯でこうやって通訳のやつ、あ、ナビとかも、ナビとかもさついてるさ、これでピッて読んだらさ1分とかでタクシーが来てさ、値段も全部分かっててさ、うん、だからボラれる心配も減ったよね。今ってさ、でもこれでさボラれなくない、なか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 騙されづらくない？うん、昔の旅ってなんかすげえもっと、何が起こる？そうだね、何が起こる？今どんどん同じ、そうそうそう、世界中は同じ仕組みになってるから、そう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 、大体全部一緒だ。こう言っても日本とか中国とかアメリカとかの金持ちがアパート、ホテルとか、うん、そういうイオンモールとか持ってる人たちが、よしそろそろタイに行くぜってタイで同じような仕組みをする、うん、そうするとなんかもう行ってもさ、あれなんか日本と日本のイオンモールと一緒だねみたいな。そうだね、まあこれイオンモールだよみたいな、ね、それ人気になれば他のなんかそこの国の人がちょっと真似する、うん、ちょっとどんどんね、でホテルもだってもうさ、アメリカ人とかヨーロッパの人とか日本人が好きな行きやすいホテルになってて、プーケット来たらさ、もうプーケットからねホテルまで行って、うん、ツアーも全部あって、はいそれでワンパッケージみたいな感じになってるじゃない、うん、食べ物もなんか好きな食べ物みたいな、うんうん、パンフレットもあったけどね、全部一緒ね、全部一緒だね、全部一緒、いっぱいあるんだけど、いろんな会社があるんだけど、だいたい多分ね、みんなこれで行くじゃん、うん、なんか3000円ぐらいで1日ね、行けるの、まあ、1000から、え1000バーツだから3000ぐらい、3000ぐらい、3000ぐらいでこういうなんか楽しそうだよって行けるんだけどさ、多分ね、行けばめちゃくちゃ人で溢れてると思うよ。このなんか、写真で人そんな多くないじゃん。今日ビーチ行った時、めっちゃめちゃ混んでた。なんか海に人がトン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 と置いてるみたいな感じ。そうそうそう、なんか泳いでもなんかすぐぶつかりそう。なんかそうね、わかんないけど旅してる人はちょっとリラックスしたいじゃん、うん、でビーチでなんかうるさいし人がいっぱい。今回ね、その道で、道じゃないバスの中で出会った人とね、うん、泊まっていいって言ったら、いいよって言ってすぐいいよって来てね、うん、泊まらせてもらってんだけどさ、そうそうそう、やっぱなんか金持ちになっていく人ってやっぱりもう海外から来て仕組みを知ってる人でバンってやってね、うん、その仕組み作って、現地の人はだからあんまりあっちはなんか華やか、こっちはこのまんまみたいな、このまんま、そう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 、まあ結局いいなんだっけ、スマホとか使ってるよね。そう、この人住んでる人の月の給料は1月1万円なんだって。1万円、 iPhone11 持ってるからね。 iPad も持ってるし、マジ iPad、ね、見た、うん、前半戦はこんな感じです。また後で。